女性タレントこうやっていっぱい出てるけど、はい、お前誰が一番好きなんだ、うん、って聞いたんですよ、はい、デカミちゃんって言ったんですよ。デカミちゃんありがとう。マジで。ゲストはイクメン小説家の樋口武博さん。お子さんの話や自身の青春時代を語ってもらったにゃ。樋口さんもう第2子が誕生してもう1年ちょいぐらいですか、ね、そうですね1年5ヶ月ですね。まいちゃん、うん、ゲストの樋口武博さんは出版社勤務を経て2009年に小説家デビュー。現在は2児のパパとして執筆活動中。親になって新たな自分を発見したそうにゃ。やっぱりもう子供は可愛いですか。もうそうですね、上の子が生まれた時も、うん、あの子供はまあ嫌いじゃないぐらいの程度だったんですけど、うん、自分の中にこんなに可愛いって思う感情があるんだって思いましたね、うん、やっぱ全然違いました、うん、自分の子供は。そうですね、それだけに、うん、でもね可愛いだけじゃないんですよね。やっぱりねそれ以上にこう心配だとか不安だとかのが大きくて、ね、人の親になるのは根性でもういっぱいお腹いっぱいです。あでもどうですか、あの樋口さんのご本って結構エロでバイオレンスじゃないですか、ねうん、お子さんが将来読むことを考えてちょっと作風が変わったりもしないのかなと思ったけど、最新刊読んだら全然そんなことなかったです、ねあまあ好きにしたらいいですよ。別に僕、うん、今上の子ね小学2年生ですけど、はい、パパの本読め読めとか興味ないのかなとか別に聞いたりしたこともないですし、あの好きなように生きたら、うん、っていうふうに言ってます。好きなものって樋口さんなんか音楽をその自分好きな音楽を子供に聞かせたりしてませんでした。そうそう昔やりますやります、ね、あれ音楽はそのやるけど90年代の音楽とかガンガン聞かせてるんですよ、あそれだけじゃなくてね僕なんかレイドバックやろうと思われてるかもしれないんですけど家でねメインに聞くのはもう本当にね最新型のやつばっかですよ。そうなんですか。もうヒップホップとかトラップとかそんなのバン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 かけてますね。トラビス・スコットのニューアルバムとかそれをお子さんと一緒に聞いている。そうそうそう興味持つかなって思って、はいはいうん、これいいだろうとかってえこれ英語ってこっちはスペイン語だぞとかねいろいろ聞かせてますよ。でもね親から受ける影響ってやっぱでかかったんだなって大人になってからすごい気づくことが私も多いんで、うん、で逆にその反対側行くのもまあ親の影響じゃないですか。そう、ね、よくあるよねそういう親からすんなって言ったことにやりに行くっていう行くっていうのも影響の一個だから、ね、本当わかります。だからねだんだん小学2年生ですから、だんだん自分の世界ができてきて、すごいね動画も YouTube ねいろいろ見たり、はい、テレビもねよく見るんですよ、はい、それでクイズ番組が好きでやったらといっぱい録画しまくってんですよ。それでその中に、うん、田中先生呼び出し田中先生呼び出し先生田中はい、はいはい、私も出させていただいてます出られてますよね、はい、ですごい熱心に見てて、で和文に子供に聞いたんですよ、はいねこの中に出てくる生徒役の ね女性タレントこうやっていっぱい出てるけど、はい、お前誰が一番好きなんだ、うん、って聞いたんですよ、はい、そしたらねあのちゃんでもなく、うんね、48系の子でもなく、ね、村重杏奈ちゃんとかも出てますよ。でデカミちゃんって言ったんですよ。デカミちゃん、ありがとう。マジで本当にこれは嘘じゃないですねこれは。嬉しい。マジでですね。私としてはその気持ちの上ではいやもうめっちゃセンスあるよ和文君って言ってあげたいんですけど、嬉しいですねデカミちゃん。あの小二で私を選んでくれるその渋みみたいなのは今後の人生苦労しそうです。いいんじゃないですか小学生のファンも。めっちゃ嬉しい、ありがとう。かですお父さんと今頑張ってるよっていう。だってお父さんが仕事することも知らないですよね。一応ね昨日の時点で、はい、パパ明日テレビ出るけど、はい、デカミちゃんと一緒に出るんだぞって言ったんですよ、うん、そしたらとか、はい、なんか言うのかなとかって思ったら、うんうん、深刻なっていうかまあ深く考えた顔で、うん、ババアナと渡辺満里奈はどっちが年上なのってお前何の話をしてるんだって。でもあれだ呼び出し先生田中の話ですよね。そうそうそうお二人がちょっと上位争いをよくされてるんでお前ずいぶん年上が好きだなっていうお綺麗ですからねデカミちゃんだぞって言ったんですけど、へ哲学的な返しでしたね。そうそうそうファンもいや小学生にも魅力が伝わるデカミちゃんさすがですね。とここからは樋口さん自身が学生時代に多大な影響を受けたという作品を紹介してくれたにゃ。渋さん何度もテーマにしてるフリッパーズギター。そうですよ、小沢さん、うんうん、樋口さん初のコラム集、自身が熱中した歌手小沢健二など90年代のサブカルチャーを熱く語った一冊です。
フリッパーズは学生時ですよね。大学1年生の時ですね。だからじゃあでもだいぶ大人寄りになってからなんですよね。そうです、そうです。でもね今考えてみるとね、うん、あのやっぱりロッキンオンでしたね、うん、ロッキンオンの編集長の山崎さんっていう人も、うん、もうテキストにもうすごいつぶつぶ洗脳されて、それで山崎さんが取り上げてたミュージシャンの中に当時のそのフリッパーズギター、うん、コーネリアスこと、小山田圭吾と小沢健二がいたんですね。90年代のね、これありましたね。90年代のロッキンオンジャパンってやっぱすごかったですよ、影響力も。いやー、ほん本当に信じ込んじゃいましたね。うんうん、もう文章がね、あの独特でしたよね。でも私の世代にもやっぱロキノンってやっぱ絶大な影響力があって、うんうん、やっぱあの、次は誰の2万人と言ってるんだろうみたいな。あ、デカミちゃんの世代でも、はい、ロキノンに出て、はい、出るとやっぱ売れたなみたいな、自分が好きなバンドとかが掲載されるってなったら、ね、なんかちょっと遠く感じるみたいなのはやっぱりずっとあったし、やっぱ好きでしたからね。どれだけ世界を変えていくんだっていうね、うん、やられましたね。やられたあれは、うん、本当にやられちゃいましたね。でもやっぱりね、90年代に摂取したものっていうのがある種下敷きになってるのかっていうのは、うん、まあそうですよ ね、 いいですね。90年代というか、その青春時代というか、ね、吸い込みましたね、スポンジのごとくね、うんうん。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。